愚民を助けるのはエリートの義務ってだけよこの世界の食べ物パーフェクトだっけあんなものを食べろだなんて信じらんないわ空気が悪いわね地下だから当然かここにもゲーム機があるの携帯用の どうせ、一人でやるしかないのよ。待ってて、二号機。すぐ戻るから。あんたバカじっとしてないで何かしてなさいよ。どんだけ待たせるつもりバッカみたい。静かな場所は、 なさそうね。嫌になっちゃうここまでラプチャーが攻めてくるってのに何よこの雰囲気危機感足りなさすぎじゃないどの建物にも鍵がかかってないなんて信じらんないエヴァンゲリオン2号機のパイロットシキナ波アスカ・ラングレイよ。 覚えておきなさい私の才能を認めざるを得ないでしょ当然よ天才なんだからトップスコアは私のものよこの世界のもの気になるわねこんなものくれなくったってちゃんと活躍するわよ プレゼント、うん、まあいいわ。もらってあげる。人類のために戦うニケ、ね。ほんと、どの世界でも優秀な人たちが損をするのよ。アークは人類最後の砦って感じか。まあ、私たちの方がちょっとはマシかな。 この世界の敵はラプチャーっていう機械なんでしょ私たちの世界にも使徒っていう似たようなのがいるの。まあ、どっちが優秀かを考えれば当然の結論ね。聞いてる。移動するわ。覚悟しなさい。 これくらい私一人で十分よもう諦めなさい受けて立つわリロードあーもうそこでおとなしくしてなさい私の出番ねこれでラスト

待ってて、二号機。すぐ戻るから。